で川村にハンズオフ、赤穂がコーナーに待機しております。そのまま川村持っていったがジャクソンがフォローしておりました。いきなり来ましたね。そうです、行きますから、なんとかこのスタミナというところも最後で持ってもらいたいというところありますよね。そうですね、はい、川村のプルアップジャンパー、これが高確率で決まるんです。デビン・オリバーからキング・カイ、ハンズオフ、チャールズ・ジャクソン、そして川村に渡ったジャクソンのピックを使っての川村のスリーポイント、このスリーポイントも高確率です。なかなかここまではそれを思うようにさせていない新潟と言えるかもしれませんが、川村についていた杉本、いや落ち着いてますね。そんな感じを受けますよね。ちょっと頭の中覗いてみたいところですが、アルマのスリーポイント、これは外れました。まあでも杉本はね、打っていいと思いますね。どんどんもうアテプト増やしていきたいですね。行くべきだと思いますね。今度はキングカイのスリーポイント、綺麗に決まった。河村のショットまでは許さなかったということで、ディフェンス非常に頑張っていると思いますね。うん、ブロックショット、これは渋田のショットを防いだ。河村のスリーポイント来た、3本目、ここで締め、バックダウン押し込むところ、フックショット長い距離だが、これはリバウンド森井が抑えている。森井と河村ダブルガードの形になった。河村4本目、しかもバスカン3になるスティーブン・グリーン、ここでまだ来る、あっと5本目で、そのうち1つは新潟が取っているという大活躍。カットイン河村、すごい。そしてアウダ、ラストオフェンスに持っていきたい横浜。河村のスリーポイントフルアップで6本目、すごい。まあ、横浜もこうやってこのターンオーバー誘ってますよね。そうですね、今もう森井ですよ、森井。オリバーのアリウープで、横浜は徐々に時間を使うフェーズになってまいります。河村がアタック仕掛けた、うまい。ペイントエリアのディフェンス徐々に硬くなってきた。河村のスリーポイント、キャリアハイ34点。杉本交番に、いやしかし最後はグリーン、いや河村奪っている、これが決まればシーズンハイ更新、きた、キャリアハイ36点。